どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながらデュライトプレイしていきましょう。はい、今日もね、腹の突き出たおっさんでプレイしていきます。ジェフ・ヨハンソン当チャンネルは映画レビューがメインとなっております。はい、この子守歌はね、今日のお相手はハント・レスコちゃん。さあどこにいる。あー、一撃食らいましたね。おお、そこかよ。怖っ。待て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 、斧を補充されたら困る。このロッカー出ないとまずいぞこれ。うわ、これアイアンメイデンですよ。アイアンメイデン持ってきてやがる。逃げろ逃げろ。ロッカーを出ると一バレした上に15秒間無防備状態、つまりワンパンになってしまうんですよ。これは厳しい。おお、危ない危ない。ちょっと怖い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 。うわあ、なんとかね、見逃してくれたかな。はい、というわけで今日レビューする映画はなぎまちですね。昨日から上映スタートです。白石和也監督、キスマイの香取慎吾主演のヒューマンドラマ。白石和也監督といえば最近では僕も以前レビューしていて、これね結構高評価だった孤狼の血とか、あとここでもレビューしてますサニーとか、あと他にもね、彼女がその名を知らない鳥たちなんかもこのチャンネルでレビューしてます。他にはね、凶悪とか日本で一番悪いやつらみたいなアウトローを描いた作品が多いですよね。凶悪や日本で一番悪いやつらなんかは実録犯罪者の傑作と言われています。それにしても白石和也監督、ここ最近は精力的というか多作ですよね。今年は麻雀放浪記2020が公開されたばかりだし、他にもね、今後人よという、こちらも犯罪絡みの作品が11月に公開予定とされているみたいです。主演は佐藤健。15年前に起きた事件によって人生を狂わされた一家4人がまたこうね再会して、壊れてしまった家族の絆を取り戻そうと這い上がっていくストーリーだそうです。ね、なんか面白そう。くれ、オッケー、逃げろ逃げろ。なんか面白そうな映画ですよね。そう、まあね、こんな感じで去年あたりから精力的に活躍されている白石和也監督の最新作がこのなぎまちね。こちらは原作がない脚本家によるオリジナルストーリーだそうです。本作もどちらかといえば家族の再生を描いた作品になっていました。あー、しつこいぞハントレスコちゃん。あー、もう気持ち、あー、もうくそー、メンヘラ女ハントレスコめ。まあね、気を取り直して、ストーリーはね、まあ、主人公は元男組、香取慎吾が演じる郁夫。こいつはね、基本毒図なんですよ。ギャンブルとアルコール依存症という、まあね、およそ付き合ってはいけないタイプの男ね。だけどこういうクズしか愛せない女って実際世の中かなりいますからね。ダメンズ好きな女ね、ほんとね、真面目に誠実に実直に生きてるお前らみたいなやつらが童貞なのに、ちょっとイケメンっていうだけで毒図な生活を送ってる男に女たちは尽くしたりするんですよね。ほんと世の中はね、クソですよね、クソ。だけどこのね、香取慎吾演じる郁夫は根っからの悪というわけではなくて、まあ、純粋というか純朴な部分があってですね、他人にはね優しい人物なんですよ。そんな彼には6年間付き合ってる、もはや内縁の妻といえる歩美がいます。この歩美を演じているのが西田直美さんですね。いや、この人も美人だけど見るからになんていうの、闇が深そうですよね。他人を妬んだり嫉妬したりして最終的には追い込まれていく女を演じさせたら、ほんとピカイチな女優さんで、僕もねこの女優さん大好きです。彼女には南という高校生の娘がいて、郁夫に懐いているんですね。お母さんよりもむしろ郁夫に懐いているんですよ。3人は川崎に住んでいたんだけど、歩美の実家のある石巻に引っ越すことになりました。彼女には漁師のお父さんがいてね、まあステージ4末期がんを宣告されているんですよ。さらに歩美のお母さんは東日本大震災の津波に巻き込まれて亡くなっているんですね。でお父さんは奥さんの死をこう自分のせいだとね、自分自身を責めているんですよ。郁夫は近所の
まあ、近所に住むリリー・フランキー演じる小野寺の紹介で印刷工場で働き始めます。彼は歩みの父親の面倒をずっと見てくれている、まあ世話好きな優しい男性で、歩みの家族のこともいつも気にかけていて、困ったことがあれば惜しみなくね援助してくれていたんですね。あとね、この地元には石巻には歩みの別れた DV 夫がいて、彼がね南の実の父親なんですよ。でそんな彼もそんなね、男もねちょっとこう郁夫の周りに関わってきたりするわけですね。この父、こいつはね今妊娠中の若い女性、まあ奥さん、新しい奥さんと一緒に住んでるわけです。でまあね、こんな状況からね、なんとも窮屈な田舎なんだけど、事件が起こるんですね。事件が、郁夫と歩美は娘の南のことで車の中で口論になるんですよ。それでまあ歩美は怒ってね、車を飛び出してってしまうんだけど、間もなくなんとね彼女の遺体が発見されるんですね。首を絞められて殺された、もう殺人ですよ。で犯人は捕まらず、警察や職場の人間までもが郁夫を疑ってくるんですね。で自暴自棄になった郁夫は傷害事件を起こしたり、またこう再びねギャンブルにはまっていくんですよ。それで大きな借金ができてしまう、もう消費者金融を飛び越えて闇金ですよね。歩美の父親は船を売って、そのお金を郁夫に渡して、これで身辺をきれいにしろって言ってくれたのに、その金すらもね郁夫はギャンブルにつぎ込んですっかり吸ってしまうんですよね。リリー・フランキー演じる世話好きの小野寺もお金を立て替えてくれたり、就職先の面倒を見てくれたり、あとも何かとね励ましてくれるんですよ。あ、彼もね何かと郁夫の支えになってくれるのね。それでもね郁夫はギャンブルを止められず、まあ何かとね恩をあだで返していくんですよ。そんなある日、警察は歩美を殺した犯人を逮捕するんですよ。その犯人は一体誰なのかみたいなね、そんなお話になっております。いや、この映画ね、歩美を殺した犯人を追っていくミステリーかと思っていたんですけど、そうじゃないのね。もうむしろ全然違う映画でしたね。むしろ殺人事件についてはもうねこれ味付け程度であって、確かに意外な犯人ではあるんだけど、この物語ならね犯人なんて誰でもいいんですよ。これはこの作品は毒綱生雄の転落と再生を描いた映画なんですね。この作品では犯人以外に本当の意味で悪い人間は誰一人も出てこないんですよ。それぞれが田舎特有の詮索好きで口が悪いところがあるんですけどね、みんな少年は優しいのね。そもそも郁夫なんて本来なら誰からも相手にされない毒図なんですよ。 DV するタイプではないけど、人の信用や恩っていうものねすぐに裏切っちゃう。歩みのへそくりをかすめ取ったり、他人の行為のね、他人のまあ寄付ね、援助すらもねギャンブルにつぎ込んでしまうわけなんです。だけどねこれはもはやパーソナリティというより依存症の症状だと思いますね。歩みという支えてくれる女性を失って、まあ郁夫は制御が効かなくなるんですね。もういろんな意味で支えがないと生きていけない未熟な人間なんです。香取慎吾君って誰にも分け隔てなく気さくに接する優しいお兄ちゃんという、まあ、そんなイメージがあるんですけど、その純朴なところを残しながらどうにもならないダメ男ぶりを講演しています。ただのダメ男じゃなくてね、女性がどうしようもなく惹かれてしまうタイプのダメ男ね。まあキムタクみたいにさ、まあこれ見よがしにかっこつけることなく、持ち前の少年の優しさが女性たちだけでなく周囲の地元の人たちを引きつけてしまう、まあ天然タイプの人たらしなんですよね。まあ演技というより香取慎吾君の人柄を反映させているようで、それがね良かったんじゃないかなと思いました。さあゲームはいよいよ大詰めなんだけど、どうだ。いや、ここはね、レスキュー、どうだ。一人ダウンを取られているけど、わあ、二人とも逃げてきちゃったね。あら、え、どういうこと。ああ、メメントだ。もうしょうがないね、こうなったら、彼女をケアしてから脱出いたしましょうかね。まだちょっと時間ありますからね、来るかな。はい、どうもお疲れ様でした。あれ、また戻ってくんだ。
じゃあ僕はね、出まーす。はい、お疲れ様でしたー。いやー、ちょっと最後ね、助けてあげられなかったのが残念なんだけど、まあ、メメントだからね、もうどうしようもないわね。はい、というわけで、もう少しね、詳しいレビューしたいとは思っているんですけど、先にね、評価額をつけていきたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで、評価額をつけてまいりましょう。映画、なぎまち。評価額はズバリ、1200円、良作です。てっきり犯罪ミステリーだと思っていたので、ちょっとね、思っていたのは違った映画だったという印象です。まあ別にいいんだけどね。歩みは殺されるし、犯人の動機はやばいし、歩みの家族も先行きが見えてこないし、とにかく何から何まで暗い将来しか見えてこないんだけど、なのになぜかね、妙な温かみのある映画なんですね。画面はね、すごく暗いです。役者さんたちの顔もはっきりしないくらいにね、暗めなんですね。照明があんまり当たってないのかな。最初はね、目がおかしくなったのかなと思ったほどなんですけど、暗くて陰鬱とした映像がずっと続きます。事件も陰惨だし、東日本大震災の爪痕がくっきり残ってる風景も何かとね、こう気がめいりそうになっちゃうんだよね。残された歩みの父親の絶望感も、これがね、筆舌に実に尽くしがたいと言いますか。だけどお父さんや南にとって香取慎吾演じる意向は残された癒しなんでしょうね。この南を演じた若い女優さんがとても良かったですね。彼女の存在が絶望でしかない暗さにこう彩りを与えてくれるんですね。抑えた演技なんだけど、ちゃんと意向にとってのミューズになっていました。なんだろう、娘のような妹のような、お友達のような、時には恋人のような、彼女の存在があるからこそのね、この映画だったと思いますね。で、香取慎吾くんですが、きっと彼の演技の評価は多分かなり高いと思います。年齢を重ねた色気も醸し出しているし、こうなんて言うんだろう、どんよりとよどんだ存在感も大変素晴らしかった。だけどなんだかな、個人的にはね、今一つに思えたんですよね。喋り方とか彼の声なのかな、すごくいい演技を見せてくれているのに、ところどころね、やっぱりね、ああやっぱりスマップの香取慎吾なんだよなとね、しらけてしまうシーンがいくつかあったんですね。まあまあまあ、これはね、僕の言いがかりなんですけど、まあ客観的に見て素晴らしい演技と存在感でした。これからもドラマなんかより映画で活躍してほしいですね。そのうち本当の意味でのハマり役が出てくると思います。なんだろう、このスマップの人たちはね、こうスマップっていう枷が外れてですね、それぞれがいい意味でね、存在感が出てきたなっていうか、やっぱり今までね、スマップという型にはめられていたというか、そう枠からはみ出すことができない、ちょっとなんていうか、こう作られたお行儀の良さみたいのを感じたんですけど、だんだんこういうね、汚れ役なんかも演じられるようになってきて、やっぱり一歩ね、枠を踏み出そうと思ったら解散するしかないですよね。それでまあなんだかんだでね、このスマップ解散してそれぞれがチリチリになっちゃったわけですけど、それでもこういう映画を見るにつけてですね、やっぱりね、元スマップの人たちってやっぱ他のアイドルとは一線隠してるなっていうね、全然存在感が違うんですよね。はい、この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。映画は愛用順にタイトルが並んでいるので見つけやすいと思います。そして当チャンネルでは今回のように新作映画をなるべく早い段階でレビューして皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。このなぎまちなんですけど、どうなんだろう、公開規模どのぐらいあるのかな。僕はね、東宝シネマズ渋谷で見たんですよ。でね、その前に、直前に、スパイダーマン見たんですね。ファーフロムホームを見て、もうね、お客さん満席だったんですけど、なぎまちはね、どのぐらいかな、金曜日の午後の回で、2時ぐらいから始まったんですけど、まあでも7割ぐらい埋まってたんですかね。で、まあちょっとね、
公開規模はあんま大きそうもないんですけど、なかなかね、良質な映画だったと思います。白石和彌監督のファンの方はね、結構満足できるんじゃないかな。はい、というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら、高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。